皆様おはようございます。おはようございます。ご指名がございましたので、市民派連合の古畑でございますが、一般質問をさせていただきます。今国会では参議院で安保関連2法案の審議が山場を迎えています。そもそも憲法とは、主権者たる国民が政治権力の専制支配を防止し、個人の権利自由を保障するさせるために政治権力を縛るもので、これが近代国家のルール、立憲主義です。今回の安保法案は、政府に戦争を起こすことを禁じた憲法9条違反であり、また憲法に反する法律、命令等は無効と規定する憲法98条、そして政治権力に憲法の尊重擁護義務を課した99条にも背くものであり、立憲主義を蹂躙する前例のない政権の暴走です。だから圧倒的な憲法学者、元最高裁長官、内閣法制局長官 OB、日本弁護士会連合会や1万人以上の多様な学者が憲法違反だ、法案の撤回をと求めています。そして国会審議が進むにつれて、世論調査では国民の8割が説明不足、6割が法案成立に反対と答えているように次第に増えています。つまり安保法案は法理論的にも政策的にもすでに破綻しています。歴代政権は専守防衛を国是としてきており、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとしてきたが、安倍政権は安全保障環境の悪化を理由に集団的自衛権の行使を容認するとしていますが、その具体例として北朝鮮のミサイルや核開発、中国の軍備増強と領海侵犯や海洋進出、そしてテロの頻発などを挙げています。しかし北朝鮮のミサイルや核開発、中国の軍拡などは20年以上前から進められてきたのですから、急激な安全保障環境の悪化とは言えず説得力がありません。またテロについては武力行使や集団的自衛権で対処できないことは明らかです。安全保障の要諦は敵を作らず敵対する国を友好国化する努力ですが、安倍政権は真逆で中国や北朝鮮の脅威論を煽り立てて国民に集団的自衛権を認めさせようとしているように見えます。平和外交を進めるべきでございます。憲法違反の法案はいくら議論しても合憲になることはなく廃案しかありません。それでは通告に従って一般質問をさせていただきます。1、市長の政治姿勢について、1、新体育館建設と市財政について、市が実施した新体育館建設に関するアンケート結果で建設に賛成が 47.71% に対して反対が 44.82% と賛否が 2.89% と拮抗した結果となりました。市長は新体育館に関する特別委員会で建設の方針を明らかにしましたが、改修率の低さや市民に反対意見も多いことから、新体育館建設の必要性と市財政について分かりやすく説明することが必要と考えます。今後建設の方針となったとしたならば、市民に財政見通しも含めどのように理解を求めていきますか、お伺いいたします。2、地方創生総合戦略の市の具体的な取り組みについて、国が策定した地方創生総合戦略は、本格的な人口減少と地域経済縮小の克服のため、東京一極集中の是正、若い世代の就労、結婚、子育ての希望の実現や地域経済の活性化などで
仕事の創出などを目指すとしています。塩尻市の第5次総合計画策定の基本的な考え方は国の地方創生総合戦略の考え方と合致しており、国の地方創生の考え方を先取りした内容となっていて、計画策定が全国2番目の提出となったとしています。そこで国の交付金制度を活用し、地域経済の活性化や移住定住に結びつくような具体的な計画についてお伺いいたします。2、生活困窮者自立支援制度の取り組みについて、この制度は法律に基づき全国各地で今年の4月から生活に困っている人へ手助けをして生活保護に至る前の支援を強化することを目的に設けられ、相談員が常駐し相談を受け付けているとのことですが、5ヶ月余りの相談内容と件数についてお伺いいたします。 3、農業政策について、1、鳥獣被害対策について、最近は熊、イノシシだけでなく猿が増加し人里まで出没して農作物の被害が広がっています。市や猟友会の皆さんにご協力をいただいていますが、地域ぐるみでの取り組みにしていかないと被害を減らすことはできないと思います。そこで被害農家だけでなく地域ぐるみで取り組んでいくには、どこからどのように進めていけばよいのかお伺いいたします。2、市独自の農作物自給率向上事業について、国の農業経営所得安定対策が今年度から対象者要件が変わり、畑作物の直接支払い交付金の交付対象者が昨年と変わったとのことですが、どのように変わったのかお聞きします。それに伴って国からの助成対象者数と国から受けられない農業者数および予定している市独自の補助内容と対象作物についてお伺いいたします。4、道路整備について、1、県道御孫塩尻停車場線中原交差点付近の整備について、周辺の用地買収により家の取り壊しや移転が進んできていますが、現在の進捗率はどのくらいか、またいつ頃から工事を始めて完了時期が分かりましたらお伺いいたします。2、県道上今井瀬場停車場線藤塚から瀬場小学校までの整備について、先日県から地元の地権者をはじめ関係者に測量図をもとに説明があったようですが、その結果はどうであったかお伺いいたします。3、道路等へはみ出している垣根等支障物の対応について、垣根や庭木が道路まで伸びていて危険だとの指摘を市民からいただいております。関係宅には話しづらく伐採等を進まないところがあり、どのような対応をしていったらよいのかお伺いいたします。5、市職員の賃金労働条件等について、今年度の人事院勧告が出されましたが、その内容と市として どう対応していくのかお聞きします。また前年度未実施の地域手当を実施する考えはあるかお伺いいたします。それと地方創生に向けた事業像や市民要望の多様化などから、市の仕事量は確実に増えていると思われますので、職員像の考えはあるのか合わせてお伺いいたします。以上、1回目の質問を終わります。